みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。カタール代表デザートライオンの激しい当たり、そして運動量の前に体力の限界に達した木山と津波。ここで無念の交代、ピッチを去ります。ヒロト、津波。木山に代わり立ち向かいがミッドフィルダーに、津波に代わり飛び高がディフェンダーにそれぞれ入ります。頼んだぞ、立ち向かい、飛び高。はい。うす。1点を返された稲妻ジャパン、このまま逃げ切ることができるか。もらった。勇気、まだだ、まだやれる。僕にパスを。行くぞ、吹雪。レジェンド。この程度か。そんな。吹雪！勝手だこうぜ！めっちゃ厳しい試練や壁をずっと乗り越え前に進め。ここに来て吹雪までもがダウンだ。吹雪か。まさかこれほどの苦戦を強いられるとは。しっかりしろ吹雪。そろそろ限界だな。この気温の中よく頑張ったと認めてやろう。何？最後に勝つのは極限まで鍛え上げられたフィジカルを持つ俺たちだ。お前たちの得意なチームプレーで俺たちの攻撃をどこまでしのげるかな。好きに言ってくれるぜ。選手交代。宇都宮虎丸。何？はい。工藤監督、吹雪に変えて宇都宮虎丸を投入するようだ。虎丸。宇都宮、吹雪に代わってピッチに入ります。さあ残り時間も少なくなってきました。稲妻ジャパンのピンチを打開する起爆剤となるか、宇都宮虎丸。頼んだぞ虎丸。はい。さあデザートライオンナセルのゴールキックから試合再開です。帰る。ゴ
入されたばかりの宇都宮、デザートライオンのパスをインターセプト。そのまま攻め上がる。止めろ。抜ける。おお、宇都宮さらにディフェンダーを2人かわした。さあ宇都宮ゴール前まで持ち込む。ここで宇都宮バックパスだ。いただき。デザートライオン無策。このボールをインターセプト。大きくパスを出す。みんな待った。ダメっす。追いつけないっす。行かせない。止めた。立ち向かいデザートライオンの進行をなんとか止めました。いいぞ立ち向かい。はい。危ないところでしたね。役に立たねえ奴らだぜ。俺を使ってりゃこんなことには。不満があるならベンチを去れ。ドラマル誰。こぼれ球を風丸が押された。稲妻ジャパンカウンターアタックのチャンスだ。みんな上がれ。押さえろ。プレーにデザートライオンディフェンス陣が崩れた。今だ撃て。トラバル宇都宮ここで強援陣にパス。ゴーエンジの強烈なシュートをがっちり抑えた。稲妻ジャパン追加点ならず。惜しかったな。でもナイスアシストだったぞ、トラマル。トラマル、なぜシュートしなかった。だってゴーエンジさんの方が確実だと思って。決定的なチャンスだぞ。どうして自分で打たなかったんだ。俺が決めたらダメなんです。どういう意味だ、トラマル。攻め上がれ、みんな。ボールはナセルからザックへ。チャンスから一転、今度は稲妻ジャパンがカウンターアタックを受ける形となった。みんな戻れ。どうしたんでしょう。憧れのゴーエンジさんと一緒にサッカーできているっていうのに、なんだか元気がないみたい。やっぱり店の手伝いで練習できなかったから、皆さんについていくのが難しいんでしょうか。いいえ、トラマルは十分な力を持っています。彼のプレーが精彩を欠いているのは別の理由があるからです。別の理由。ええ、以前の出来事がまだ心に残っているのでしょう。ずば抜けたサッカーセンスを持つ少年がいる。彼の存在は早くから噂になっていました。すぐナイスパス、トラマル。いっくぜ。ナイスシュート、やったぜトラマル。彼が出た試合は毎回大量の得点差をつけて勝つのが当たり前。そうでしたね。はい。それもほとんどの得点が彼のシュートによるものだった。だがそれはチームメートの活躍の場を奪うということでもあり、孤立していった。
そこで虎丸は絶好のシュートチャンスでも自らは打たず、チームメイトにボールを回すようになった。自分を抑えて。そんなことが。じゃあ好きなサッカーを楽しめずに。心配いりません。サッカーを楽しめるかどうかの答えはこの試合にあるのです。え？彼のズバ抜けたサッカーセンスを生かすためには優れた選手たちが必要。虎丸は気づいていないのです。彼の本気のプレーに応えてくれるチームメイトに。デザートライオン、猛然と稲妻ジャパンゴールに迫る。後半も残り時間は少ない。稲妻ジャパン、勝利は目前だ。みんな、来たぞ。止めてやる。邪魔だ。帰る。食らえ。ミラージュ。シュートは。シュートをかろうじて弾いた。大丈夫か、立ち向かい。すみません。みんなが